そんな中こんなニュースございました。和牛オリンピック開催。何ですか。5年に一度開かれる和牛の品評会、うん、全国和牛能力共進会、通称和牛オリンピックが開催と、うん、5年に1回やってるんですね、うんうん、で最高位の内閣総理大臣賞を鹿児島県と宮崎県が受賞、うーん、ということで10月から宮崎放送さんがネットしてくれておりますので、ありがとうございます。ちょっとご機嫌を伺わせてもらって、宮崎牛はうまいからね、ある程度から分かんないけどね、ああもう牛うまさ、いやもう分かんない、うん、それもお寿司も俺ももう分かんないの。あ、そう、お寿司も肉もある程度のとこまで来たらもう分かんない。俺はやっぱでも牛が最高の肉だと思ってるんだけど、あの鶏豚、うん、牛、俺豚、豚、うん、そんなわけないじゃん、だってそれ人によるじゃん豚なんかすぐ食えるだろ、だって牛だろ、どう考えたってすぐ食えるってなんだよそのすぐ食える速度は別に大事にしろ、豚なんかすぐ食べちゃったよ、すぐ食べちゃうってなんだよそれ牛だってすぐ食べちゃう、食べないだろ、すぐ食べちゃう牛なんて、なんかちょっと味わってくるだろ牛は、わ美味しいって。でも豚なんか適当においってなんかパクパク、俺豚好きなのか、豚味わって食うよ、めちゃくちゃ。食わないだろ絶対に。豚バラなんてめちゃくちゃ味わって食うよ、油を楽しんで。適当に食ってるだろ、でもそんな存在に、いやー豚だーって思わないでしょ。いや食ってるっつうの、一番好きなんだから豚バラが。いや食ってないよ、お前が豚美味しそうに食ってるとこ見たことないもんねお前もないだろ別に牛をそんな大切に食べてるなんて思わない。でもだから、うん、全体的に思わないから、別に適当に全部食べてる中で、うん、やっぱ牛でしょ。な、何よ、何の料理、高級さ、高級さ、焼肉、ステーキ、全部。え、何、じゃあ、いや、とんかつとか、とんかつ、とんかつ、うん、もう豚バラが好きだからね、豚バラ生姜焼きとか。いやもう牛は、うん、そんな、うん、なんか調理しなくていいわけだから、ただ焼けばいいんだからそうだよ、豚だって焼いただけのうまい、めちゃくちゃステーキみたいな、豚くうまくない、全く。いや、うまいじゃん。いや、なんか、うん、工夫しないと美味しくないでしょ、豚は。いやいや、だから別にその、ま、本当に、ちょっと焼くだけでいいんだよ、牛は。本当に。いや、豚も、ちょっと焼いて塩で、ちょっといける。いや、美味しくない、そんな。わさび醤油とかでも。美味しいわけないじゃん、そんな豚が。美味しいじゃん。いや、そう、美味しい豚食べてないんだよ。そう言うよ。じゃあ、お前、美味しい牛食べてないんだろうな。牛なんて、なんかめちゃくちゃあるじゃん、美味しい。そこら辺に。でも、うん、これ、俺思うときは、うん、あの鶏、豚、うん、牛、うん、この中で、うん、全部究極のってつけてみる、うん、ね、究極の、究極の鶏、うん、究極の豚、うん、究極の牛、うん、どれ一番興味そする？鶏。そうだよね、そうなんだよ。なんで、これすごくない？なんだよこれ、おい、このマジックなんだよ、ね、これすごくない？もう教えてくれよ、なんだこれ。なんか、うん、たかが知れてるっていうか、うん、なんかその鳥とか豚なんて、うん、で牛は、うん、究極のなんていう想像つくけど、何、鳥の究極のやつってって思っちゃう、ね、だっていつも食べてるあれでしょって。そう、それの何究極っ て、そんな別に鳥がもう上限あるでしょみたいな中で究極って言われたら、うん、鳥食べたくなっちゃう。何これ、うん、いつ、いつ考えたのこれ。これは、この間思い浮かんだ、これ。え？皆さんもこれ使ってみてください、ね。これお前いけんじゃないマジックでさ。うん、テレビその生でやるマジックで、テレビの前の皆さんで、究極のつけてきてくださいって。うん。どれが一番食べたいですか？鳥かなって。うん。こうカードに書いてね、うん。あなたたちが一番食べたいと思ったのは、鳥です。嘘すげえ今言ってサプライズサプライズじゃないわということで今週もよろしくお願いします。ザ・キャブスでラズロ笑って、チェアンドガバーナ、あの香水のせいだよレッツゴーでしたっけ、バーティーだよ、なんかホテルになっちゃってる